ルース、聞こえる。なんだ。俺だって普通の生活がしたいよ。無理な相談だ。こき使って喜んでるんだろ。あんたが自分で調べりゃいいのに。私も調べてる。座ったままでね。パワーズのデスクにあった報告書をちらっと見たが、どうやら奴はホックステカ社と競合しているらしい。政府が作る月面基地の建設をめぐってな。それでホックステカに妨害をしてるのか。パワーズの野望を砕くまでお前がホックステカを守ってくれ。そこから何が見える。誰かが花火をしてるみたいだね。オフィスの中で行ってみる。外に出ろ。ちょっと一回りしてから。今すぐ外に出ろ。なんで、何か。うわっ、あ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 っ。今のは一体何だ。あの変な塊みたいのは何なんだよ。忠告してくれよ。しただろう。とっさの判断も必要だ。なあ、あんたは怪物の扱いに慣れっこだろうが、俺は初心者だ。まあ、慣れたくもないけど。慣れちゃいない。ほら、彼女の名はインク。企業破壊のプロだ。インターポールもずっと彼女を追ってる。どうやら今はパワーズの手下だな。何者なの。突然変異実験から生まれたが、詳しいことは不明だ。じゃあどう戦う。それは自分で判断してみろ。これで飛ぶのって最高だな。おい、それの操縦をバットスーツに任せておけ。やっほー。浮かれるな。ごめん。傷つけたら手当ては何か。